坂戸市立上山小学校は埼玉県坂戸市にある公立小学校。坂戸市立上山小学校は埼玉県内の公立校では初となる施設一体型小中一貫教育校であり管理規則としての小中一貫教育校の名称は坂戸市立上山学園である。上山小学校の旧校舎坂戸市立上山小学校は1970年代に 城山農家に西坂戸団地が造成されたことを受けて、1973年に大河小学校から分離独立し、城山小学校として西坂戸5丁目に建設、設立された。2015年、児童の減少により、設置条例上は存続するが、管理規則で小中一貫教育校として城山学園に統合され、大和田わ目にある。 上山中学校の敷地内に移転した通学区域は次の通り AB、施設一体型小中一貫教育校上山学園開校坂戸市役所2016年3月4日へ覧 AB 西堀学児埼玉県内初の施設一体型小中一貫校が指導坂戸朝日新聞2016年3月4日へ覧 坂戸市立小中学校管理規則。坂戸市役所。2016年3月4日へ覧。学校概要。坂戸市立上山小学校。2016年3月4日へ覧。大賀省の歴史遠隔、坂戸市立大賀小学校。2016年3月4日へ覧。坂戸市立小中学校の通学区域。坂戸市役所。 2016年3月4日へずらん。ありがとうございます。